ブルー皆さんご存知ですか？2万円切るんですよ。え、安っって感じじゃないですか。見てください、ほらめっちゃ軽いでしょ。めちゃくちゃ軽いんで。はい、本日ですね、もしかしたら人気爆発寸前ということで、ノットンブルーの紹介していきたいなと思います。ということで、ノットムブルー皆さんご存知ですか？なんか最近雑誌でちょこちょこと取り上げられてるんですけども、こちらです。僕も初めて購入させていただきました。今回購入したのはマウンテンパーカーでございますが、皆さんと一緒にね見たいなと思って、まだ一度も開封しておりません。で、一緒に見ていこうと思いますので、まずは開けていきます。ピヨーン。実はですね、これがですね、このノットームブルーっていうブランドがめちゃくちゃ高機能、例えばポーラテックであったりとか、あとそういうなんていうの、防水機能とかっていう、その高機能を売りにしてるアウトドアブランドなんですよ。で、それがなんと注目点として、何が注目なんかというと、そういうブランドいっぱいあるやんと、いっぱいあるんですけど、値段が安いんですよ。今回こちら購入させていただいたのが 3Days3DefenseParker っていうパーカーなんですけど、これちゃんと防水の生地やのに、なんと2万円切るんですよ。安って感じじゃないですか。で、あ、安いなと思って、僕もまだ初めて今触ったから、あ、なるほどこういう感じかって分かったんですけど、分かりやすく言うと、日本のブランドで言ったらどういうところが近いかなと思って、ちょっとワクワクしながら触ったんですね。ほんなら、このね、触った時の生地の薄さとかっていうのは、ノースフェイスで言ったらクライムライトぐらいの薄さなんですよ。か、もしくはもうちょっと薄いかなっていうぐらいの感じ。ちょっと一回着てみますね。ただ生地感がね、なんていうの、こうナイロンやねんけども、コットンっぽい風合いなんで、まあ、これもノースフェイスで例えると、バーサタイルみたいな、バーサタイルパンツとかバーサタイルショーツって、これ全部ナイロンやのに、なんかコットンっぽい風合いがあるじゃないですか。こう触ってたもこうマットな感じやし、いかにもこういったマウンテンパーカーのこう化繊です、化学繊維ですみたいな感じではなくて、風合いのあるような感じだと思うんですけど、それに近いですね。で、そんなマウンテンパーカーになっておりますので、まあ、見てもらったら分かる通り、こういうマットな質感になってて、まあ、こういう質感の素材って結構男の人着やすいじゃないですか。テカテカしてるやつとかっていうのはちょっと着にくかったりするけども、まあ、こういうのと着やすいんちゃうかなっていうのと、あと、まあ、僕個人的に紫がパーソナルカラーなんですよ。だから、まあ、結構似合いやすいやろうなって思って紫を買ってみました。まあ、それだけの理由なんですけどね。で、値段がですね、これなんと 19,900 円です。で、この防水の生地になっておりまして、ファスナーもね、このファスナー見ていただけたら分かるかもしれないですけど、少し小さめなんです。で、ファスナーにもね、もちろんサイズっていうのがありまして、これのサイズがですね、3号っていうサイズなんです。一般的によく使われるのっていうのは、だいたい5号が使われること多いんですね。で、3号ちっちゃいなって言ったら、まあ言ったらクライムライトとかと同じような感じ。クライムライトもちっちゃいんですけど、そうですね、それと同じような感じですね。なので、マウンテンライトジャケットみたいな感じの、こういう大きさではないですよと。これは、5号のサイズで、一般的なよく見るサイズの大きさなんですけど、3号なんで、もう一回りちょっとちっちゃいサイズ感になってますね。で、まあ、3号は3号でね、軽くていいのはいいんですけど、取り扱いがね、ちょっとね、壊れやすいっていうデメリットもあったりはするんですけど、ちょっと見てみましょうか。なるほどなるほど、思ってるより結構仕上がってますね。もっとなんか変なんかなと思ったけども、結構いい感じ。あの、モデルさんが着用してる感じとかも見てても、あ、かっこいいなっていう感じだったんですよ。だからどうなんかなと思ったんですけど、僕これがですね、今現時点がサイズが、身長がね、178cm で、3代目 JSOULBROTHERS の登坂宏臣さんと大体同じぐらいと思っていただけたら結構かなと思います。で、体重も最近痩せておりまして、今67ということになっていまして、嫁がおらんくなって、どんどんショックで痩せていってるという感じになってますね。で、あ、結構思ってるよりマジで仕上がってんな。ファスナーはダブルジップになってるので、これクライムにはないんですよね。クライムライトにはダブルジップがなかったりするので、こういう使い方もできるし、なおかつこう見てもらったら、こういうロゴとかってあんま見たことないロゴやから、まあ、かぶったりはしないでしょうね。他の人であんま着てるっていうの見たことないし、とにかく軽いですね。へえ、こんな感じなんや、面白いですね。やっぱりね、買ったことないブランドとか、そういう今までトライしたことないブランドやるときってやっぱ楽しいんですよ。だから、あ、こんな感じなんやとか、あ、こういうこだわりあんのやとか、例えばよく日本のブランドとか、まあ、ノースフェイスは日本の一応ブランドでやってるんですけどとかって、ファスナーの手の入り口、デサントとかもそうなんですけど、こういう入り口なんですね。ただこれに関しては中国のブランドなんですよ。まあ、だから値段が安いっていうのもあるんやけども、それがね、なんていうの、逆、こういって極端なんですよ。こういうポケットになってるんですよ。だから、こんなんとかってやっぱり海外でしかあんま見えひんっていうか、やっぱり手入れやすいとかってなったら、こっちの方が入れやすいんちゃうかなって個人的には思うんですけど、まあ、こういう後ろから手入れる人とかやったら、まあ合うんでしょうね。こういう細かいところとかもやっぱブランドによって違うじゃないですか。だから、へえ、こんな感じなんやとかって思ったりするんですけどね。で、裏側とかどんな感じかな。あ、こっちとかにファスナーが、あ、こっちとかにポケットがついてますね。これは日本人と逆なんかな。普通って日本って右利きの人多いから、こっちにつけること多いんやけど、左側についてるっていうところが、
へーっていう感じですけどもね、この紐もなんかな、分からんけども、なんか紐がついてますね。ではね、簡単に特徴を言っていきたいなと思うんですけど、このマウンテンパーカーね、まあ、防水っていうところは分かったじゃないですか。で、防水も多分独自で開発された防水なんです。一応気になるのがこの裏地なんですよね。裏地がこれラミネートしてないかなっていうところが気にはなるんですけど、見た感じ今のところしてないんちゃうかなと思いますが、3レイヤーやったら問題ないんですけど、 2.5 層の場合はここにね、最後ポリウレタンの樹脂を貼って劣化するっていうのがあるので、まあ、そのあたりなんかはちょっと微妙な気はしますけども、劣化はする可能性があるかなとは思っております。ただ面白いなと思うのが、こういうこれ反射板っていうんですかね、リフレクターが使われてるんです。で、おそらくなんですけど、このステッチにもリフレクター使われてるんちゃうかなと思うんですよね。ちょっと要所要所でこのステッチとかが光ってきよるんですよ。だからこういうのはなかなか日本であんま見ひんタイプなんで、なんか良さげやなと思うし、これからまあ梅雨の時期なんかはこれね、めちゃくちゃ軽いんで、見てください、ほらめっちゃ軽いでしょ。めちゃくちゃ軽いんで、リュックとかカバンとかに入れててもいいんちゃうかなと思うし、多分そういうことをするために軽量化されててベルクロとかついてないんですよ。よく袖口ってこうベルクロのこういう調節のやつありましたね。この手首調節してるっていうタイプあるけども、もうそうじゃなくて、ここがゴムになってるので、このゴムの使用で伸びたり縮んだりするっていうタイプで、なおかつこの甲の部分に関してはこういうなんていうの、山なりというか、もうチョキンって切ってるんじゃなくて、こう山なりになってるので、例えば自転車とか乗ってる時なんかでも対応できるようになってますし、あとベンチレーションじゃないんですけど、このね、脇のところっていうのも一応風通すようになってるんですよ。で、あんまり見えへんじゃないですか、こういうベンチレーションの使い方とかって。だからこういうのはやっぱり海外ならではやなっていうふうに思うんですけど、僕も中国のブランドって初めて買ったんで、他にまだもしかしたら気づいてないところあるかもしれないんですけど、一応そんな感じになっておりました。でね、今回これを紹介した理由っていうのが、別になんでなんかっていうと、おすすめでも言うんですけど、まあ、機能が高いのを好きな方多いじゃないですか。洋服って機能最初ないと思ってたけども、機能なんかどこにあんねん、服なんか着る布布とか言うたけども、実はそれを湿気通すとか、実は保温するとか、そういうのって結構あるじゃないですか。で、ダウンもフィルパワーがとか結構あったりして、それ分かった上で着れば面白いけど、分からんかったらただの布になってるから、そういうのってまあ皆さん結構ご存知だと思うんですけど、この防水はまず僕は実は入り口だと思ってるんですよ。で、もう一個奥にあるのが、ダウンが面白そうやなと思ったんですよ。だからそれの足がかりというか、それで一回ちょっとこれクッション挟んどいて、冬場にダウン行ってみようかなっていうことで一回ちょっとトライしてみたんですよ。ただデメリットがあります。すっごいデメリットがある。その、まあ、劣化するかもしれんせえへんっていうところは、3レイヤーであれば問題ないけど、 2.5 層やったら劣化するやろなっていうところもありますし、もっと最大のデメリットが何かというと、このオンラインが今、まあ、発達した中で、いくら中国とはゆえ言ってもお隣さんじゃないですか。お隣さんやから、まあ、ポチったらどれぐらいで来るんかなとか、1週間ぐらいかなとかって思ったけど、1ヶ月ぐらいかかった。もうこれ僕春の新生活でレビューしようと思ってたら、気づいたらゴールデンウィーク中に来ましたからね。おい遅すぎるやないけど、もう言ってる間2入るぞっていう状態なんや、沖縄2入ってるぞっていうぐらいなんやけども、ちょっとそれが遅かったんで、うわ欲しいなとかって思ってもうすぐ来なかったんですよ。だこれはもしかしたらなんか改善とかしてくれたらいいなとは思うんですけど、まあ、そういうところがちょっとデメリットやなと思うし、あとそのファスナーのそのさっき言った3号とかっていうちっちゃい壊れやすいファスナーを使ってるのは軽量でいいんですけど、壊れた場合どうすんのっていうところが気になるんですよ。例えば街のお直し屋さんとかで直すっていうのも一つの手なんですけど、いやせっかく買ってんからこのブランドで直しようって思うじゃないですか。だからそのあたりがどうなんかなっていうところが、まあ僕個人的にはこのアフターサービスがされてるのかどうかはまだわからないんですけど、ちょっと気にはなった点かなと思います。でファスナーのね、止水とかもこれあんまり見ないんですよ。だからそれが YKK とかで見るタイプじゃないので、もしかしたら中国のファスナーなんかもしれないんですけど、まあそういうところでコストを下げてる可能性はねもちろんありますし、一応防水とは歌いつつ、こんだけステッチ見えてたら完全防水とは歌えないんですよ。このステッチって要は針で穴通してるわけじゃないですか。ここから水って入るよねってことは、防水ではあるけども完全に防水ですかって言われたらそうじゃないから、その商品の時に歌えないんですよね。完全防水とは歌われへんから、これは完全防水ではないっていうところが、やっぱそういう基準って日本は高いんですよ。めっちゃくちゃうるさいし、その言葉一つでも一つ間違えると消費者法かなんかにこう引っかかってくるんですよね。だからこれは歌ったらダメとかっていうのは結構あるんですけど、まあさすがお隣さんですわね。ドラえもんの似たようなやつが出てきたりとか、なんかこれ見たことあるなっていうキャラクターがおったりするじゃないですか。だからまあそういうところでは、まあ、防水とは歌ってるけど完全防水ではないっていうところもありました。で、まあ、このジャケット云々が正直おすすめかどうかっていうのは、まだわからないんですけど、そんなことよりもやっぱりさっき言ったダウンジャケットがねちょっと楽しみやなと思ってるんですよ。で他にそのポーラテックのフリース使ってるとかっていうのもあるんですけど、ダウンがなんとね2万円とかで700フィルパーのダウンがあるんですよ。でもちろん
ユニクロでも今2万円1万5000円とかで750フィルパーとかってあったりするんですけど、それは機能はないじゃないですか。やけど、まあ、機能性を持ちながらやるっていうのがこのブランドのコンセプトみたいで、なんか雑誌とかでも多分見られた方いらっしゃるかなと思うんですけど、結構マウンテンパーカーも種類何個かあったりするんですよね。で、まあ、その中で一番これがまあオーソドックスな感じかなと思ったんでレビューはしてみたんですけども、まあ、だからまだわからないことが多いから、まあ、特に中国やから余計わからへんじゃわからへんけども、わからんことが多いから面白いというか、今後ねどうなっていくんかなと思います。だからねこれ見てないで僕ねちょっと買うのストップしてるんですよ。やっぱ1ヶ月もかかるっていうのもそうやし、あとそれがいいんやったら僕あとこれがこのブランドもし雑誌とかもっと増えてきて伸びてきた時には冬場またダウンも買うん でダウンもレビュー、その伸びてきた場合はレビューもするので、その上であそれやったらいいよねって思ってもらったらいいと思うし、まあ、今回は一つの、まあ、ニュースというか以前なんかニュースでも紹介したかもしれんけども、まあ、これ一回やったらちょっと紹介してみたいなと思ったんで、購入してみたという流れになっております。やっぱ皆さんから見てても僕が普段ノースフェイス、デサント、アークテリクスとかやったらこう安心して見るけど、あれ聞いたことないブランドこれ案件ちゃうとかって思うじゃないですか。でもちろん1円ももらってないし、なんやったら連絡先も知らへんし僕のことも向こうも知らんねんけども、まあ、そういうのって一回ちょっと様子見てもらって、でこれで、様子見て何回かやっていく中でよかったら、いやこれいいっすよ、まあ、これちょっと見ますよとかって言えると思いますので、ちょっとね、まあ、そのあたりは待ってもらって、へーへーなるほどそんなブランド今あるんや、でちょっと楽しみやなぐらいで思っといていただけたら、またその都度進捗っていうのをお伝えしていきたいなと思いますので、今日はそういう形の動画ということになっておりました。だからまだ人気爆発っていうところではいってないんですけど、今後もしかしたらこれがこのダウンで目がつけられるのか、マウンテンパーカーで目がつくのか、その、フリースでこう目がつくというか火がつくのかわからへんけども、まあ、そういうのがあったら、あれですよね、僕、2024年の5月にはもうレビューしておりましたって偉そうに言えますので、そういったことでちょっとマウントを取りたいなっていうことで動画を撮らせていただきました。もしねまたねこういうのちょっと紹介してほしいとか、こういうのあんま有名じゃないんやけどこれええよとかっていうのがありましたら、ぜひ教えていただけたらなということで、本日はですね、ノットオンブルーの紹介してみた動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。